そうよ。初めは遊びのつもりだったんですけど、なんか友達がやれやれ言うから、なんか悪いなと思いつつ、でも、なんか悪気はなかったんですよ。友達が一緒にやろうと言って。うん。でもなんとなく、魔が差したっていうか、やりたいなと思ったらやったわけじゃないんですけど。初めは遊びのつもりだったんですけど、いや、闇の組織っていうのがあるんですよね。裏で手を引いてるやつが必ずいるんですよ。3人ぐらいのグループで動いてるんですよね。あのね、いつもね、売名とかじゃないんですよ。売名とかじゃなくて、ただ私は楽しみたいから、奈々ちゃんのお店にはね、通ってたんですよ。それでみんなね、ガチャ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 言うから、私はそんな気はなかったんだけどね、みんながそう言うから、私は全然そんな気はないんですよ。ただ、くつろげる場所っていうか、オアシスがあるから、私はただね、行ってるだけで、あっ。